なんかあの辺にね、薪がありそうな感じがしますね。ちょっと探しに行きたいと思います。こっちはね、釣り船まあシーズンオフに入ってるんで使わない釣り船いっぱいありますね。いや、あのね、だいぶさっきのあのブッシュの中入ってですね、木を切り出してきました。まあちょっとこう ぶっといやつからですね、まあ中ぐらい、それでこっちが小枝ですね。今だいたい3時、3時のお茶にしましょう。ほんとね、疲れちゃった。あの旅拾いっていうのはね、ほんとね、あのボイスカートやってた頃から一番嫌いなことでね、まあ腰は痛えわ。まあとにかくですね、ちょっとお茶にしたいと思います。このセットはね、よくあの、あら濡れちゃった、山にですね、まあ山登ったりですね、トレッキングするときに、使ってるセットなんですが、まあ、非常に簡単なあのアルコールストーブのセットです。結構適当めにですね詰め込んでるんですけど、だいたいね、カップヌードル2杯分ぐらいのお湯が沸けばいいと、まあそんな感じで持ってるやつなんで、まあお茶のお湯ぐらいはですね、まああの簡単に沸くと思います。ただね、ものすごく風強いんですよね。8つほど風強いんで、まあつくかどうか、まあつくと思うんですけど、こんなもんすかね。それではではでは、ちょっとこれしねえとやばいような感じがするんで、着きましたね。沸いてきましたね。熱いんだよな。よいしょ。ではですね、まあお湯を入れて。飲ますね。うい、カフェオレですね。いただきます。うめえ。やっぱね、とにかくね、こう寒さがね、こう伝わんないのが悔しいぐらい恐ろしく寒い。
おやつ、チップスター、こんなのばっかりね食ってるから太るんだよね。今日の3時のお茶はですね、カフェオレとチップスター、うめ。ちょうどね時間があるんで、まあ、クッカーのご紹介って何回もやってるんですけど、これがね、これも何回か紹介 しましたけど、バニューのチタン深型 S っていうポットですね。まあ、上はねフライパンにはなんないですけど、ゴムのこうシリコンのつまみがついて、まあ、パカッとこうなってます。さっきもこれでお湯沸かしたんですけど、まあ、お湯沸かす用途っていうのが一番実は多いですけど、これね、ご飯も炊けるんですよ。チタンでねあんまりご飯炊く方って少ないのは、熱が一極集中しちゃうんで非常に焦げやすいっていうのと、あとこうご飯の炊き方にムラができると、まあ、いうようなデメリットがあるんですが、これね中ちょっと色違うでしょ。セラミック加工してあるんですね。でこれしてあるってものすごく大きな差があるんですけど、これでご飯炊いたことが1回あります。量は 0.75 ぐらいです。ちょっと1合食べられないん で 0.75 だとですね、ちょっとこの辺まで来ます。全体の3分の2ぐらいまでですねご飯が炊き上がります。で、まあ、スプーンでかき混ぜてね、でこの上にですねその上に生卵をかけて食べたんですが、非常に炊き方がですね均一で、まあ、ものすごく美味しかったです。でこちらのポットにですね、こちらのカップにですねお味噌汁固形のやつを入れてですね、まあ、ちょっと乱暴なやり方ですけど、まあ、水を入れて、まあ、そのままこう火にかけてですね、まあ、火っつってもですねそんなに強く やってないんで、色は変わってないですけど、まあ、そんな感じでこれ最小のですね一人分のソロクッカーです。それではですね、夕方の今は何時だ、4時半ぐらいですね。ちょっとね、夕げのですね仕込みをしたいと思います。で今日考えてるのは、まあ、鍋とね、まあ、鍋なんて僕みたいなアウトドア料理できない人間でもできちゃいますんで、あともう一つはですね唯一と言っていいぐらい作れるものが一個だけありましてですね、これちなみに、これ竹ですね。竹をですね、分けてもらったやつをちょっと、まあ、こんな形にですね、切ったものです。栃木県のですね湯西川ってところ、平家の落人伝説がある非常に山奥のですね、村があるんですが、その湯西川のですね、まあ、なんていうか郷土料理というか、僕なんか子供の頃スキー行った時に、まあ、必ず食べたやつなんですけど、一升ベラっていうのが、まあヘラですね。で、まあ、今からちょっと作ります。非常に作りは簡単なんですけど、まあ、ものすごく美味しい特徴的な味がします。ちょっとまあ、そんな感じですね、見ていただければと思いますね。材料は、鶏のひき肉、それとこれが、これ鍋にも使うんでこれの一部、これは若鶏の、肩肉ですね、あまり高くないやつです。まあ、ネギを少々、それとまあ、普通の味噌ですね。こんなもんです。あとね山椒です。で本当はね山椒の実をすりつぶしたやつを使うんですが、山椒の実ってものすごく高いんですね。で一応これ山椒の粉、まあ、これで今日は代用しちゃいたいと思います。作り方はですね非常にまあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、まあ、とりあえず先にですね、まあ、ネギを切っちゃいます。ちなみにネギはですねみじん切りですね。
まあ、正直ネギはですね、まあこんなもんです。これをですね、みじん切りっていうんですか、まあ、だいたいこんな感じですかね。ちょっと料理できないんで、作り方がですね非常に雑で申し訳ないんですけど、ちょっとこの青い部分、青ネギの方もですねちょっと加えるとまた風味が良くなります。こんな感じでですね、まあ、ネギですね、このネギに、ひき肉、これは、大体 100g ぐらいですね、これを、まあ、ざっくり入れてですね、で続いて味噌、これは家から持ってきた、普通のスーパーで売ってるお味噌です。本当はですね、大豆の粒が残ったですね、田舎味噌っていうんですか。まあ、ああいう方が味は出るんですけど、まあ、そんな贅沢言ってらんないんで、料理できないやつが何言ってんだと。まあ、こんなもんで、一人前の味噌汁、ぐらいかな。まあ、そんなもんで十分です。で、一応ね、まあ、これだけでもね、まあ、別にできちゃうんですけど、ちょっと食感をね、変えた方が、美味しいので、この肩肉をですね、まあ、少し粗切りにしたやつをですね、入れたいと思います。これぐらいかな。あ、手はね、一応ちゃんと洗ってください。これはですね、大雑把で結構です。さっきね、この料理僕一生ベラって言いましたけど、そのユニシガーにもう今亡くなっちゃった方ですけどね、小富士館の小富士さんって人がいましてね、ちょんまげのおじさんつって有名だった人なんですが、その方の話だと、一生この料理で一生ご飯が食べられると。一生っていうのはね、一生瓶の一生ですけど、まあ、それぐらいおかずとしてですね非常に美味しいと、まあ、いう話でした。またうちの親父なんかによるとですね、その一生っていうのはお米のことじゃなくてですね、お酒の一生だと。で、これはですね、これを当てにですね、お酒が一生飲めると。まあ何でも自分の好きなように解釈してるわけなんですけど、身を見まねでですね、まあいろいろ作ってみたら、まあ、非常に近い味になったんで最近よく食べてます。まあ、ひき肉とですね、本当に粗く切った鶏肉ですね、まあ、これが混ざりました。で、ここにですね、これが決めて、山椒ですね、山椒ですね、どれぐらいだろう、こんなもんかな。結構かけました。これをですね、まあ、ここにぐちゃ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 と混ぜていくわけなんですが、あー、いい匂い、山椒のいい匂いですね。匂い伝わんないでしょ、当たり前ですけど、これすっごい山椒のいい匂いです。まあ、この袋に入れてですねこれスーパーの袋ですけど、まあ、これをですねよーく揉んでください。さっき言ったようにね、ユニシガーっていう本当に平家落ち人のね隠れ宿みたいのがあるようなね、まあ、そんな山奥のとこなんで、そこはね、まあ、風習で鶏を飼っちゃいけないと、
っていうようなことなんで、この料理はもともとね、鶏の肉では作らないんですね。山鶏っていうね、漁師さんなんかが、取っちゃ鍋の出汁にするような鶏ですけど、その山鶏で、作ってるんですね、本当のやつっていうのは。で、それなんで、山鶏を、こんな風にミンチなんかしないでですね、包丁の背でバッチンバッチン、いわゆる叩くってやつですね。で、それで、作るんで、本当のやつっていうのは、食べてると、小骨とかね、軟骨が入ってるんですね。で、それがね、また何て言うかな、食感がいいんですよね。子供心にこれ美味しいなと思ってました。今回の場合ね、ちょっとキャンプなんで、そこまでちょっと手間かけらんないんで、軟骨とかね、小骨みたいのは入ってないんですけど、それでもさっきね、2種類の肉を入れたように、ちょっと食感変えてやるとですね、非常に美味しい一生ベラができると思います。じゃあ、できたかな。できましたね。いわゆるこんなミンチ状に、ミンチ状になってます。これをですね、このヘラに盛るわけですね。見た目はね、あんまり美味しそうに見えないかもしれないですけど、食べたらめちゃくちゃ美味しいです。結構量が多かった感じ。僕も今日はね、これ持った後ですね、ちょっと炭の準備をしてですね、炭でじっくり焼き上げて、お酒のあてにしたいと思います。重いです、ものすごく重いです。焼きにムラができないように、結構表面はですね、平らにしてください。こんな感じですね。じゃあとりあえずあとは炭を起こしたいと思います。すごいですね。枝は多少湿ってるんですけど、チムニー行こうか。これがこのストーブはですね、僕は余りもんで作った、ネイチャーストーブなんですけど、これも YouTube にね、一回動画アップしてるんですが、とりあえず燃えるっていうことだけにかけてはこれが一番ですね。それじゃあですね、もう一つの食材で、今日は、鍋をやります。鍋は、食材がですね、さっきの鶏と、あとこれは鍋の具をですね、もうあらかじめ切ってあるやつですね。あと締めにですね、うどんと、あとニンニク好きなんでニンニクを少し入れたいと思います。でね、鍋の味はですね、これ鍋キューブ、非常に美味しいです。手軽にですね、素人でも美味しくできます。
それではですね、まあ鍋っていうんで、まあ一応これですね、まあこちらの鍋にですねこう作っていきたいと思います。まあ、寒い日はまあ、焚き火とかですね炭火っていうのが一番こうまあありがたいというか、あったかいので、今日は、まあ、ガスストーブじゃなくてですね、これで調理をしたいと思います。とりあえずですね、これですね、脂身、ちょっと脂身だけですね、炒めたいと思います。まあ本ちゃんのお肉、鶏のどこだっけ、忘れちった。まあこれをですね、入れてきます。だいたいね、まあ表面の色がこう変わってきたんで、まあこれはとりあえず置いといてですね、じゃあ鍋で準備をしていきたいと思います。じゃあですね、まず肉を入れたいと思います。ちょちょちょ、おお、すごい油がいっぱい出てる、ね、白菜がいっぱい鍋、野菜セット、スープと合わせて簡単お鍋。白菜いっぱいというかね、もう下全部白菜ですねこれね。はい、白菜の硬いとこから、はい、よいしょ、こんな感じですかね。えのき、しめじ、にんじん、ネギ、白菜と、まあこんな感じですね。これね、鍋キューブ、こんな風なやつ、ちょうどね、大きさはね、なんだろう、森永のあのキャラメル2個分ぐらいの大きさですね。ほんでもう1個、ポンと、これはですね、まあ蓋を閉めて出来上がりを待ちたいということですね。でですね、まあちょっと前に作ったこれですね、一升べら。まあ今日のメインはね、どっちかというとこの一升べらなんですけど、こう置いちゃダメですね。本当はねこれいろりに刺して食べるんですよ。だからね、ザクってね、こう灰のところにね、ザクってこう入って斜めにね、こうやってほら、まあ粘着力があるんで落ちないんですけど、こうやってさらしながらやるんですね。おいけるかな。おお、なんかわかる、わかんねえかな。うまい具合にあの金網の隙間にね入れてね、いろり風でこう炙ってんですけど、とりあえずね正面から見るとこんな感じです。フォールディングコンロがあって、まあ炭がですね、まあ赤々と燃えてますが、まあここにあのさっきのね鶏鍋ですねが、こんなが入ってます。でこれがさっきの一升べら、下からですね炭火で遠赤でぐーっとこう煽るようにですね、熱を加えてます。でもいい感じ、あのね支えてんのがね、要はここの部分見えるかな、そうこんな感じなんで非常に怖いんですけど、まあ、表面が固まればね、表面のこの部分が固まれば、まあ、直接網に置いても大丈夫なんで、まあ表面だけとりあえず焼きを入れてですね、あとは遠赤でじっくり、これがねうまいんだよね。
すごいいい匂いがね、山椒のいい匂いがしてます。とりあえず酒飲みたくなっちゃったんで、まあお湯沸かしてね、焼酎でも飲もうかなと、まあそんな感じです。おお、いい感じ。見えますかね、あんま近いと見えないかな。こんな感じでね、綺麗にね、焦げ目が表面ついてきましたね。おお、いい感じ、すっごいいい感じ。見えるかな、こんな感じです。先に鍋でも食べちゃおうかな。おお、人参がね、柔らかくなれば OK。 こんな感じですね。鶏とりあえずね、鍋ができたんで、鶏鍋いただきます。おーっと、焦げちゃう。おー、いただきます。あ、そうだ、これね、ニンニク入れるとね、めちゃくちゃうまい。あ、これぐらい、あんまり入れちゃうとなんだか次の日ゲップが怖い。じゃあ、ニンニクをですね、ちょっと溶かして、いただきます。うめっ。うん、うまいね。うまい。言葉が出てこない。この寒い中で、このすっげーさみ、プリップリの鶏。これね、やっぱりね、先に炒めてよかったですね。あ、まだ6時じゃん。とりあえず、黒切り。美味しいよね、これ。黒霧島ね。これを飲みたいと思います。ドボドボ。これぐらい入れて、どれぐらいだろうな。こんなもんすかね。はい、焼酎いただきます。あー、たまるな、うまいな。しかし、よし、もう一丁。うん、大体ね、見た目はね、完璧なんですけどね、要は中ですね。大体ね、この辺が微妙なんだよね。あ、大丈夫かな。どれどれ。お、うめっ、うめっ。一生ベラ、こうやって食うんですよ。こうやってね、まあ置いてもいいんだけど、こんな風にね、持ちながらね、うまっ。山椒がね、すんごい効いて、めちゃくちゃうまい。ちょうどね、お餅がうまく焼けました。
お餅をどうするかっていうと、この中にぶっ込みまーす。ドボン。お餅。お餅、のびのび。いいなぁ、楽しいなぁ。やっぱりね、キャンプはいいよね。んで、一生ベラ、ちょっと冷えちゃったな。まだまだありますよ。だいたい今ですね、7時半ぐらいかな。まあ食べるものもですね、とりあえず食べちゃいましてですね、食後の焼酎を楽しんでます。まあ食後だか食前だか、まあ全部焼酎なんですけど、やっぱりね、どうしてもね、さっきあの気温計見たらちょうど0度でしたね。で、炭はですね、今日ものすごくいっぱい持ってきてるんで、ちょっとまあ暖を取る意味でですね、まあ、ちょっと炭ずっと燃やしていこうと思います。とにかくですね、とにかく寒くって、僕のいる業界っていうのはもう12月1月ものすごい忙しいんですよね。まあそんなあれでですね、ちょっと早めに寝て、明日の朝早起きしてですね、早めに家に帰りたいと思います。それではですね、皆さんおやすみなさい。